の材料は少なめです。エレモフィラと金魚草、あとはビオラ、そしてちょっと動きを出すためにバコバの斑入りとチューリップの球根です。これを入れて春の楽しみが増える寄せ植えを作ります。ダブルデッカーの寄せ植えです。直径が35センチ、高さ30センチの鉢です。まず底石を入れて、土を入れます。まずは毎年買ってしまうエレモフィラです。エレモフィラもオーストラリアの植物、寒さにはかなりの寒さまで耐えてくれて外で越冬できるんですけど、日本の高温多湿がちょっと苦手なので夏越えれない時もあるし越えれる時もあるっていう感じです。最近地植えにして花壇に植えてるんですけど、今年もなんとか越えてくれました。これはもう2回夏を越えてくれたので、ちょっとこう悪くなってるところもあるんですけど、これからはまあ大丈夫かなと思います。なのでこのまま使おうと思います。ちょっと底を崩したぐらいです。これだと一つ寂しいので、ボリュームが寂しいので2つ植えます。なので夏場肥料分は夏場なしで、排水性のいい土で風通しが良かったらナス越しもちゃんとしてくれると思います。ちょっと間開けといて、そして金魚草のトゥイニーです。八重咲きタイプの金魚草です。金魚草は関西では冬も夏も外で越えてくれて多年草として扱えるので、寄せ植えで楽しんだ後はお庭に地植えしてもいいと思います。寒さはすごく強いんですけど、夏の暑さはまあ得意ではないので、これもできるだけ排水性のいい土で、夏、まあ、ちょっと涼しい木陰だったらすごく綺麗に越えると思います。切り戻してあげると何度も繰り返して咲きますと選べなくて、またちょっとずつ色違い買ってきました。すごいいろんなピンク系とかもあるので、トゥイニー八重咲きで可愛いと思います。丈はだいたいちょっと高くて3、40センチとかになると思います。脇芽のところでカットしてあげると株がどんどん横にこんもり広がります。まっすぐ立つラインなのでお庭に植えても使いやすいと思います。どこから見ても綺麗になるように、こう丸を意識して周りに植えます。そして次はビオラです。これ100円のビオラなんですけど、めちゃくちゃ株がしっかりこんもりしてます。でもこれだけ伸びてるので、もし10月から刺し芽する場合は刺し芽もすっごくたくさん取れる感じ。これもちょっと周りだけ削って細くして植えます。こうやって細くだいぶ根鉢半分ぐらいにした時は、上をこのままのボリュームで
下を今お尻半分ぐらいに削ったので、植えてしばらくは最初水切れしやすいので水切れに注意してお水たっぷりあげます。もう1週間ほどして落ち着いてきたら普通の水やりで大丈夫だと思います。でこれも同じように、ビオラも結構ね種ができて、種ほっとくと勝手に落ちてこうあちこちから出てきてたりします。5月末ぐらいには結構あちこち種が落ちて出てきてたりするんですけど、なかなか夏越えてくれるまではいかないんですけど、今年はこのクレマチスの下から種が落ちて夏越えてくれました。今こんな垂れる系かと思うぐらい伸びて咲いてるんですけど、またこれはこれでもう可愛いかなと思って残してます。ここにも種が落ちてるし、ここにも咲いてきてます。品種によっては結構種が落ちて発芽しやすい品種色なのかな、あると思います。この色は結構ね植えてないけどもう3年ぐらい出てきてます。そしてこれがバコバの斑入りです。バコバはすごく本当に寄せ植えに使いやすいで、地植えしても結構暑さ寒さに強いので耐えてくれます。2本刺してあって分けれそうなので分けてみます。寒さにはかなり強いんですけど、やっぱりちょっと外で越冬すると雪の下とかになるとだいぶ葉っぱが茶色くなって悪くなります。でも春からまた生きてたらこうもりもり出てきてくれるので、そこそこの寒さに耐えれるんじゃないかなと思います。だいたいこの辺マイナス 2,3 度とかになっても全然外で耐えてくれてます。バコバも4方向に入れました。いつもならここで OK なんですけど、これにこの2色のチューリップを入れます。こっちが3月4月こっちがちょっと遅めで4月中旬ぐらい、ちょっと時期がずれて咲きます。まずこれがフォクシーフォックストロットっていう品種で、4月中旬から下旬ぐらいに咲くちょっと遅めの品種かな。35〜45センチ、まあまあ高くなる品種です。これが4球あるのでちょっと背が高めなので、真ん中エリモフィラのさっき開けた間だいたい10センチぐらい下に植えます。球根3つ分ぐらい埋まるように。今私は後に入れてるんですけど、先に入れてもいいと思います。入れやすい時でいいと思います。こんな感じで結構ツメツメでも、でこんな根鉢の下からでも力強く出てきてくれるので、なので最初に植えて、その上にこの苗物植えても出てきてくれるぐらい強いので、後からやりにくい場合は最初から入れてもいいと思います。そしてもう一個の品種が八重咲きのモンテオレンジ、モンテカルロのオレンジ版かな。八重咲きで少し香りもあるみたいです。
モンテカルロってこう切り花屋さんで黄色の八重咲きで人気のチューリップがあるんですけど、それのオレンジ版かなって感じです。いや大丈夫かなっていう球根もあるんやけど、ちょっとこの2つは出てくるか心配な球根なんですけど、一応埋めときます。球根が入れられたら元に戻しながら植えていきます。11月もまだまだ植え時なので、変わった品種のビオラとかも今からたくさん出てくるので、よかったら植えてみてください。春に球根チューリップが急に出てくるので、それがすっごいめちゃくちゃ楽しみです。ちなみになんですけど、このね、このこうなった鉢、こう丸みのある鉢って、ここの間口が狭くなってるから、こう植える時にここのここ膨れてるここにも落としてあげないといけないので、やっぱねちょっと植えにくいです形は面白いけどちょっとまあ植えにくいです。ひとまず完成です。そしてこれはまた球根をね保存するときに使えるので残しときます。そしてもっと簡単に家にある横長プランターにビオラを植えるとき、もうこんな感じでいつも3つか4つぐらい株を植えて春まで楽しむと思うんですけど、これに今回はこのこれミックスで球根が入ってるタイプで、高さは 40〜50センチ伸びるチューリップです。こんな感じで2つに分かれて入ってます。こっちは白とピンクで、こっちは黄色とピンクです。この球根を埋めておこうと思います。こんな感じで3株下の巻いてる部分だけ取って、10月は伸びてる苗とかもね結構あったと思うんですけど、11月に入ってくるとこんなコンパクトでギュッと引き締まったいい株がいっぱい売られてると思います。いろんなこう品種のパンジービオラも売られ始めてて、一番品種もたくさんあって植え時かなと思います。いつもはここでもう土を入れて OK なんですけど、今回はチューリップをここで埋めておきます。まず色の濃い方、イエローピンク、あちこちに植えておきます。高さチューリップいろいろあると思うんですけど、最近はコンパクトなあんま伸びないチューリップとかも売られてるんですけど、 20〜30センチ大きくなるビオラとかと一緒に植える場合は、ある程度 40〜50センチ丈がぐっと伸びてチューリップが咲いた方が見応えがあると思います。ジュリアンとかぺったりした植物を植える場合はコンパクトなチューリップでもいいと思います。ちょっといろいろミックスで植えておきます。そして次はホワイトピンクとピンクで、このチューリップの皮なんですけど、私はまあ無理に取ってなくて、まあ、取れるのは外してるっていう感じです。全然こういう風になってても出てくると思います。
満員なんですけど、球根は爪爪に植えても出てくるので、もりっと咲いた方が可愛いので、今回は等間隔で12個12球入れたんですけど、咲いた時を想像しながら球根植えてみてください。そしてここに普通に土を入れていきます。ここでこう土を入れていくんですけど、春までやっぱりどうしてもこのビオラだけなので、少しリーフとか入れても可愛いと思います。これはロータスのクレティクスです。シルバーリーフとか入れると優しい印象になります。今回ちょっと一苗を2つに分けて、この真ん中ら辺に入れておきます。クレティクスはある程度寒さに耐えてくれて、お外で越冬できると思います。同じようにたっぷり水やります。今から冬も楽しめて、春にもう一段階楽しめるダブルデッカーの寄せ植えです。今回はチューリップでやったんですが、スイセンとかムスカリとかでやっても可愛いと思います。ご視聴ありがとうございました。